昨日投開票された衆参2つの補欠選挙は岸田政権にとって一勝一敗の結果となりました政権運営への影響などを国会記者会館から篠原官邸キャップに伝えてもらいますはい、2勝はできなかったものの一勝一敗に踏みとどまったことで政権運営に急ブレーキがかかる事態は避けられそうです 昨日投開票された衆院長崎4区補選では自民党の新人金子洋造氏が野党候補を下しました一方、参院徳島高知選挙区補選では野党系無所属の広田一氏が9万票の差をつけて自民党候補を下し岸田政権としては一勝一敗の結果となりました。昨日投票が行われたあ2つの 補欠選挙につきましてはその結果,結果も真摯に受け止めしっかり分析した上えで今後の対応に万全を期していきたいと。 岸田総理は厳しい表情でしたが、政権内では長崎で一生できたことで安堵の声が広がっています。というのも、長崎の自民党候補は岸田派が支援していたため、長崎は岸田総理への信任投票だという見方もあったからで、ここを落として2敗となれば岸田ろしにつながりかねなかったからです。 こうした選挙結果を受けて岸田総理は今日午後の所信表明演説を皮切りに当面は経済対策や補正予算の成立に向けて国会対応に注力する考えですただ2勝できなかったことで年内の衆院解散を断行できる状況にはなさそうで岸田総理も今朝 先送りできない課題に専念すべき時だ、それ以外のことは今は考えていないと述べるなど、解散は来年以降に先送りされるとの見方が強まっています。